山内遺産は、日本の弁護士、元政治家、衆議院議員を務めた、鳥取県米子市出身、鳥取県立米子東高等学校、中央大学法学部卒、卒業後、司法試験に合格、司法収集後、判事法裁判官として、東京や熊本など、各地の裁判所に勤務する、1996年の、 第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で、鳥取肉より出馬したが、自由民主党の藍沢秀幸に敗れ、比例復活もできずに落選。その後、新進党会党に伴い、民主党に入党。2000年の、第42回衆議院議員総選挙に、民主党公認で再び、鳥取肉から出馬し、小選挙区では藍沢に敗れるも、 比例中国ブロックより復活始発当選した。以後2期連続当選。党内では民主党鳥取県連代表代行や明日の内閣法務副大臣などを務めた。2005年の第44回衆議院議員総選挙では郵政解散の煽りを受け郵政造番組である川上義弘と資格候補である赤沢良政の争いに埋没。結局3位に終わり。 比例復活もならず落選した。落選後、党の内規である小選挙区で3回連続で落選した現職は、基本的に公認しないという点で抵職したことや、選挙で2度争った川上の入党などから、次期衆議院選挙出馬を断念し、政治活動を停止した。後継は、湯原俊二。その後、米子市内で弁護士として活動。ありがとうございます。